はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。さあ今回やっていくんですけども、はい、皆さんですね、知ったかは得意ですか？知ったかといえば FB37 っていうの、はい、もう業界では通説、任せてください、うん、今回やっぱりね、僕の得意な知ったかで、うん、ちょっと皆さんも挑戦していただきたい。あ、僕に王を決めよう、だから知ったかを決めよう、知ったかを。今回実はですね、はい、皆様に高級なものを持ってきていただいてます、はい、なるほど。実際何なのか、どこのメーカーでこういうものですよっていうのを他人に分かりづらい、うん、ものを持ってきたので、うん、知ったかでプレゼンしてもらいたいんです、うん、あ、これはなかなか騙されるかもしれないってなれば、やっぱその知ったか度が高いということで、確かに、はい、じゃあもう本当隣の人に渡していく方式しますか？あ、いいっすよ。じゃあこういく、オッケー、はい、じゃあまずはどうしますか？じゃあイオナスのアロマから。じゃあアロマが紹介するでいいの？じゃあアロマが俺に渡す。わかりました。じゃあまずは、はい、じゃあもう手にもらった瞬間から、もらった瞬間から開始、はい、じゃあよーいスタート。あ、キックンさんこちらはい、こちらね、あの、うん、ヌカチェリー、うん、はい、こちらの方はですね、うん、何でしたっけね、見た目分かる通り、もうだいぶ古いです。うん、ああ、そう。こちらの方、ヌカチェリー。そうね。ヌカチェリー、こちらの方も、もう時間経ってて、これ、大変保存状態がいいです。なるほど、なるほど。これね、今、世界に3本しかありません。3本しかない。すげえ、はい。MSP ハウスに、なんと、やってきたと。それはすごい。はい。これ、もう、冷蔵庫の中入ってますね。俺も実は今レプリカがめちゃくちゃあー、レプリカか、そっちは全部偽物ですね。オリジナルはこれがオリジナルだと。はい、オリジナルはですね、あ、ここですね、ここに YH って書いてるのがあります。 YH、 YH、 あ、書いてます、 YH って。これが本物の証拠ですね、うん、これは、これ YH っていうのはもうヤバいホット、ヤバい本物、ヤバいホット、ヤバいホット、買えません普通だ。まあだって3本しかないんで。そうですね。これ大変保存状態もいいですね。こちらヌカチェリー、今、なんと、300万円でございます。うん、300万もすんの？たっけー！この後ね、こう、売りに出して。なるほど。オークションで。なるほど。ガンガン上げていこうと。はいはいはい。以上ですか？もう、これ以上言うことない。ちょっと具体性がちょっともうちょっとあった方がいい。そう、でも結構スラスラ出てたと。まあでもなんか割となんか年代物とか世界に3本しかないとか、うんうん、でも具体性あるじゃんそこで。ウイスキーとかさ、うん、あのワインとかそういう情報も出なかったから、それが一体何なのかもよくわかんない。ちなみにこれキックをもらってるからね。知ってるよ知ってた、知ってる、知ってる覚えてるから、うわヌカチェリーかーなら厳しいわな、厳しいなと思って。そっか、はい、ヌカチェリーはね、これでも割と貴重なもんだと思うんだよね、うん、もうね、これはあのフォールアウトのね、うん、ヌカチェリーっていうさ飲み物を、まあ、現実に作ったやつで、多分ね売ってはいないと思うよ。配って売ってないんじゃない、ワンチャン貴重なものになりうるかもしれない、うん、なるほどね。実際じゃあ続いて僕いきましょうか。はい、じゃあ行きますか。 OK です、任せてください。知ったか王の実力見せてあげましょう。じゃあ渡しますよ。はい、せーの、はい。あ、これはですね、皆さん見てください、お分かりですね、時計です。はい、時計なんですけども、こちらですね、フォレストン・フォーグトム・ウェディング社の時計ですはあ、うん、もう一回言ってください。フォレストン・ウェディングフォレストン・フォーグレム・ウェディング社の時計です。どんどん変わってる。頭文字だけ取ると、うん、3F って呼ばれてます。3F、 フォレストフォーゴトム、あ、ウィディングだ、違うね、全然違うじゃん。 FFW、はい、うん、の相性で親しまれてます。で、これあのダイヤに見えるでしょ皆さん、これダイヤ、はい、ダイヤじゃないんだ、ね、ピカピカ輝いてますけど、これダイヤに見えるでしょ、はい、これダイヤじゃないですよ実は。なんですかこれね、レアメタルなんですね。レアメタル、そう、これレアメタル、年間産出量で言えば多分ね 20g ぐらい。めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごいな、超レアメタル、ダイヤよりはるかに上じゃん。そう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 。このね、時計自体はやっぱりあのね、うん、これね割とデジタルチックな感じがするでしょ。実際ね、あのここのねボタンをね3回パパパって押すとつくんですけど、これはつけたらね、うん、この時計自体の寿命がね3年ほど縮んじゃうんで、そう、なんでそんなつけたの？基本的に買った人は時計つけないです、これ。あ、つけない、つけないです。で、あのね中、あのあれなんですよ、あのくるくる回るやつなんですよ
急に雑にデジタル時計なんですけど、あえてそれを3個採用してるわけです。3個はい、3つ採用してるの、そのくるくる回るやつ。くるくる回るやつで何すか？それ3つ採用してるんで、その機構が結局1つ1000万から1500万するんですね。なのでもうこの時点でもう価値的には7000、8000万ぐらいいってるんです。それに、フォーゴトン・フォーグレム、ウェディング社のブランドが結局最終的に乗って、1億から2億は下らないみたいな。だいぶだいぶ幅開いてるな。倍まで行ったけど例えばどんな著名人が愛用してるとか。ああ、どんな著名人が、うん、ですね、石坂浩二さんが。石坂浩二さん誰だ一体。石坂浩二が使ってるフォーゴトンなんちゃらウェディング、フォーゴトンフォレグレムウェディング社の時計。皆さんもぜひね、お金を言わせたこのフォーゴトンフォレグレムウェディング社の時計、これマスターチャンピオンって言うんですけど、マスターチャンピオン強そう。こちら、そうだね、購入してみていかがでしょうか。なるほど、マスターチャンピオンか。知った顔の実力です。知ったかにも程があったね。これはちなみにどこですどこの時計ですか。これジェイコブですね。ジェイコブか。そうだ、言ってたな、はい、これゴースト。へー、謎のレアメタルに変えられてたけど、これダイヤですこれダイヤです。やっぱりダイヤだった。じゃあ続いてエオさんお願いしていいですか。いいですか。はい、じゃあエオさんいきますよ、はい、よーいスタート。ああ、こちらはですね、まあカードなんですけど、ここのカードはですね、まあ、とても貴重な、うん、それは有名なんですけど、なるほどなるほど。これはね、ファンタジック、チャンピオンシリーズのファンタジックチャンピオンに惹かれてるの。チャンピオンシリーズ出てきた。チャンピオンシリーズ出てきた。これモデルはですね、うん、ああ、まあこれはファイティングモデルです。もうこれはですね、まあ、世界に、うん、まあ、10枚ぐらいしかない。あ、世界10枚しかない。それは貴重だね、めっちゃ。それは貴重だ。アフガニスタンで作られたんですけどアフガニスタンカード作るんすか。はい、すごいんですよアフガニスタン。これ流行ってて。あ、そうなんてゲームなんですか。ファンタスティックチャンピオンっていう。あ、ファンタジック、ファンタジックチャンピオンのファンタジックチャンピオンシリーズ。わかりにくい。これはですね、はい、これちょっと見にくいんですけど、ああ、この人すごい、まあ、広い。あ、広いんだ。広いなんだ。あ、そのヒロインなんだこの人。これ広いの。広いのジェニファー。ジェニファー。ジェニファーです。これあれですね、まあ、英語を見ると、そうそう、効果とか知りたいですよ、効果。それどういう、ですね、そう、よっぽど強いんじゃないですか、だから。ジェニファーは攻撃した、うん、お前は死ぬって書いてある。強い強いこれは強い、強すぎる、強い、やばっ、まあ、高く見積もって1500万円ぐらい。すげえ高いよな。こういう時って高く見積もるもんか。普通安く見積もるまあ安最低でもみたいな。言う時は大体安く見積もってもなんで高く見積もったね。でもカードパワーすごいよね、ジェニファーが。ジェニファーお前を殺すジェニファーが攻撃したお前は死ぬだよこれはですね、まあ MTG マジック・ザ・ギャザリングなんですけどそれのフォース・オブ・ウィルっていう意志の力っていうカードで、うん、この青のカードで最強って言われてる。ああ、そうなんだ。そう、再録バージョンで、で、元の、意志の力、フォース・オブ・ウィルのカードの絵柄って割とごっついおっさんが出るんだけどこれはその割とジェニファーになってるわ。ジェニファーの英語版だから、うん、5万ぐらいだけど、うん、これが日本語版だったら20万ぐらい。おー、うん、じゃあ最後アロマさんの挑戦になります、うん、ではよーいスタート。これ皆さん知ってます？いや知らないですね。これすごいんですよ、うん、これね、うん、すごいいいもんやばいやばい、こいつ
やばいぞこれいい、すごくないですかこれやばいね、これやばいってそれ出てる出てる、モザイク案件だねやっぱり出てる、全部出てるすごいですよね、これすごいでしょ、これはすごい、すごい、これ皆さん価値わかりますこれ価値がこれとかすごくないですか編集が大変だねなるほどね、最初その財布がすごいのかなと思ったけど、やっぱそのこの入れ物自体は特にそんなに、ああ、所詮入れ物、そう、入れ物よりはやっぱり中身が大事、その中のやっぱ人間と一緒、人間と、なるほどね、外見より中身の方が大事だ、はいはい、なんでさ、あの千円札こっちにもあってこっちにも千円札あるの謎の入れ方、これ何なんで分けてんの、いや、よく関係ない、今日使っていい額の方が今日は2000円しか使う、やばっ、どれぐらい価値があるかという単純計算でですねやばい、めっちゃ入ってる、割とそこは入ってる、綺麗に入ってないね、やっぱだいたい単純計算13万弱の、13万弱か、割とありますね、やっぱりとかの量品やめろ入ってないの中学生かよ、まあ、かなり価値はお分かりいただけたと思います、ありがとうございます、面白いもんないけどありがとうございます、それをまあこれ出してきたやつが悪いそうある、うん、これはしかもアロマに渡したらこれはまずいやつかもしれんと思ったけどそう、まあ、これを出したのが悪い、いやこれはエオさんが今日の企画を忘れていたんです思いっきり、ええどうですか、じゃあ知ったかを、誰が一番だったか、では、指差しでお願いします、はい、いっせーので、あ、お、これは2対2じゃないですか、2対2でなんとかアロマと FB で面目が保たれましたよっしゃ、何の面目だよ、面目ってなんだ何面目って個人的には俺は AOA は面白かったけど個人的には面白かったやっぱ何だっけ、ファンタスティックチャンピオンシリーズの、いや違う、ファンタスティックチャンピオンっていうカードゲームのファンタスティックチャンピオンシリーズ、ファンタジックチャンピオンっていうシリーズというわけで、本日は、知ったか、選手権をお送りしました、皆さんもこういう遊びをしてみて誰が知ったかがちょっとね、判定するのもよろしいんじゃないかと思います、なんか高価なもの持ってくるって話はどこに